5、6分か7、8分なの。あ、そうなんだ。あ、なんか中にマスクしてる人いるけど、うんうん、歩いて行くの街なのかね、なんかね、なんかね、すごいね、潰れちゃったのかね、もう。なんかうなぎ屋さんが有名だとか言ってたよね。何者だと思ってたらそこに今泊まるんじゃないか、安心じゃないか、こっちに結婚されたんだったね、確かね、うん、三浦安心、三浦、あ、日本初の洋式汚染建造地糸、あ、それまではあの日本式の船しかなかった、はあ、あ、このね、安心の像があるらしいよ、あっちに、へえ、来てよかったね、これ安心関係し、東海館が関係してるのは知らなかった、安心に祀られてるお寺がある、安心菩薩浄土寺、うん、これを船を作ったんだ安心が、うん、なんかさ星野でもさなんかやってるらしいよ、なんかあのそのご当地学でねやってるらしいです、あーいい、すごい風が気持ちいいね、なんか風がさ、すごい、なんかこのなんかアンジーのとこ前回来た時すっ飛ばした気がして、ね、なんかそのあれだこいつと思ってさすっ飛ばしてたけど、へえで終わった感じだ ね、実はアンジーが伊藤には関わっていてるの、そう、あの風がすごい気持ちいいよ、それ、あーすごい、ねえ風がねすごい気持ちいい、うん、汚染法、徳川家康の命を受けて汚染を造成、丸太式、すごいねこれ、砂を、うん、で最後出来上がったらここからこう水路を作って出すの、そのまま出ていくんだ海に、そう、書いてある、昔の人は頭いいね、うん、魔除けのお面すごい、ここであんまり見えないけど怖いぞこいつら、ほら修行家さん、へ、うん、ちょっとよく知ってるぽいね、確かにね、本当アダムス原型、アンナベンツラーツーラ号か、船とこの辺にはないな、ね、
自然と、これか面白いな、これハブとかモチーフが多いね。メモリアルパーク作品集、あれの祈りなんだ。うん、一緒だよね。これ未来っていうタイトルだよね、うん、同じ人が作ってるから。階段自体に傾斜がついて、前結婚式の撮影してたよね。絵がなくなっちゃったね。黄色いね。伊東温泉みやびの宴、宴をね、座敷宴席でね、芸者さん呼んで、すごい広い。うわ、お花になってんのよこれ。どんどん急になってきたな、なんか。結構足がやられてきたもん。ね、急になってきてるね。うわ、めっちゃ明るい。あ、誰もいない。よかったね。うわ、うわ、東海館屋上到着。うわ、伊東の街を見下ろせます。あ、綺麗。天気が良かったから綺麗だね。海も潜っちゃう、すごい。こんなんさ、昔こんなん作れたほんとすごいよね。綺麗。綺麗。あ、北とか方角が書いてある。北、東が海、南は川。いやー綺麗。川の風がすごい気持ちいい。ちょっとちゃん、よいしょ。西日当たってます。あー